こんにちは、劇花のフリアです。リアルタイムで見ている方はこんばんは、フリアです。今日はですね、花屋の専門用語、これなんだっこせんということでお話をしていきたいと思います。僕が喋るんで、これどういう意味なのかなっていうことで考えてみていただければと思います。ちょっとね、クイズ感覚で楽しんでいただければいいなということで、こんな緩い動画もいいかなというふうに思って、今撮っております。ということでですね、まあちょっとね、最近恒例となりました業務連絡です。僕ね、毎年、リンゴをね、この時期になると、まあ常にこう買って食べているんですけども、桜庭りんご農園というね、りんご農園さんがあるんですが、そこのりんごがもう超絶美味しい。僕ですね、皆さんりんごって通販とかで買ったりします？青森住んでる方だったらわかると思うんですけど、関東でスーパーに並んでいるりんごね、みんな柔らかいじゃないですか。だけど青森なんかでもらうりんごってめちゃくちゃ硬いんですよね。で、硬くて、水分が多くて甘みが強くてっていうことで、もうびっくりするぐらい美味しいんですけど、これ本当にりんごなのっていうぐらい美味しいんで、ぜひ皆さんも機会があったら食べてみていただいたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。桜庭りんご農園さんのね、サイトは概要欄の方に貼っておきますので、ここのりんごが僕美味しくて毎年買ってるんですけど、もう常にですね、そこからもう1シーズン3回か4回ぐらい買うんじゃないかな。それぐらい毎日リンゴを食べてます。ということで、参考にしてみてください。ということで、花屋の専門用語行ってみたいと思います。ちょっとね、会話形式になってますけども、行ってみましょう。一つ目。出始めのポンコ。出始めのポンコ。これ、なんだかわかりますか？ちょっとシンキングタイム入れましょうかね。シンキングタイムスタート。カッチ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 カッピーン。OK ですか？出始めのポンコ。これね、出始めのポインセチアのことです。ポインセチアをですね、いわゆる鉢花屋さんはポンコって呼びます。ポンコちゃんとかね、呼びますけども、ポインセチアのことをポンコって呼ぶんですね。出始めっていうのは、まあもちろん皆さんもわかると思うんですけども、まあ10月ぐらいにね、早々に出てくるポインセチアのことを出始めっていうふうに言っています。まあ僕なんかもまあ見る限りですね、出始めのポインセチア非常に品質がいいなっていうふうにいつも思っています。まああったかい時期にね、作ったポインセチア非常に品質がいいので、ポインセチアもし買うんだったらこの時期、もういいんですけども、あったかい時期から育てられた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。では行きましょう。二つ目は、ラメンのいいとこ、20杯、ちょうだい。ラメンのいいとこ、20杯、ちょうだい。これです。さあ、シンキングタイム、行ってみましょう。どうぞ。編集さん、この辺でなんかチッカチッカとか入れてくれると嬉しいです。ということで、ちょっと業務連絡を挟みましたが。どうですかね、ラメンのいいとこ20杯ちょうだい。これですね、シクラメンのいいところ20杯ちょうだいっていうね、市場なんかで交わされる会話ですね。今こういう言葉使ってる花屋さん相当減ったと思うんですけど、ですね、1杯2杯って言うんですよ。1鉢2鉢のこと1杯2杯って言います。で、シクラメンって1個入りの箱から、まあ、5寸だったら4個入りとか5個入りとかいうのまであります。3個入りがまあまあいいやつかな。2個入りが一番いいかなっていう感じですね。5寸だと。で、6寸だと1個入りが一番いいんですけど、1個入りのやつをね、20個欲しいときって20杯みたいな感じで言いますね。はい。で、ラメンっていうのはまあ、シクラメンですから、セリニンさんが使い始めた用語だと思います。シクラメンっていうのがめんどくさくて、ラメンって言ってますね。最近はラメンとかっていうセリニンさんも減っちゃったかなっていうふうに思いますのでね、セリもね、なんかセリ場でセルっていうこともほとんどなくなってきましたね。今コロナのご時世なんでね、ウェブで完結みたいなところが多いですけども、そういう仕入れ事情に今なっております。まあうちはね、産直なんで、市場とかあんまり使いませんけども、こんなような感じです。3つ目、団地物の頭だから悪いわけないんだけどな。団地物の頭だから悪いわけないんだけどな、みたいな会話がですね、市場で交わされます。ではシンキングタイムスタート。
どうでしょう。団地者の頭だから悪いわけないんだけどな。これですね、団地者と高齢地者とありまして、団地者っていうのがですね、いわゆる関東から伊勢ですね、高齢地者が関東から伊北っていう形になるんですけども、冬場、お花って、シーズンによって産地がこう切り替わっていくんですよ。あったかい時期は高齢地、寒い時期は団地で、葉境期があるみたいな感じ。葉境期って分かります？葉境期ってね、パソコンで打つとね、出てきますよ。これ野菜なんかでも使いますけども、団地物が出始めで、頭っていうのはそこの産地のトップの方たちのことを言います。総称ですね。トップ生産者の方たち、まあレベルが高い、そして、上手、作るのが上手っていうような方たちのこと、頭っていうふうに呼んでますね。あとは頭を使うとき、頭っていうのを使うときは競りの順番で頭、最初の方に出てくるものっていう場合でもあります。だから、団地物でトップ生産者の方たちが作ってるものなんで、いや品質が悪いわけないんですけどねみたいな話になってくるというわけです。では早速行ってみましょう。4つ目、そっくり回し。これなんですかね、わかりますかね。シンキングタイムスタート。はい、どうでしょう。そっくり回し、これですね、競り用語ではあるんですけども、競りってひな壇がこうあってね、で向こう側で競り人さんがこう競るわけです。こうやって物を持って、で、そっくり回しっていうのは、その商品自体、例えばシクラメンならシクラメンが1個出てきました。で、1個だけを売るんじゃなくて、その産地さんが出してきた同じくくりのもの。例えば、パンジービオラであれば、黄色が、10ケース出荷されてますよって言ったら、10ケースをですね、競るんですね。で、1ケースずつ買ったりします。で、うちは2ケース、うちは3ケース、うちは1ケースみたいな感じで買っていくんですけども、そっくり。全部ですね、10ケース口で出てきたものは10ケース全部くださいっていうのをそっくり回しって言いますね。で、回すっていうのは、そのまま全部取っちゃうみたいな感じで、競りっていうのはですね、基本的になんかね、悠長にこうね、買えないんですよ。戦いなんですね。ほぼほぼ戦いです。で、安い時なんかはとにかくですね、安く全部欲しいみたいな花屋さんが多いんで、安くそっくり回していくっていうのがあります。で、そっくり回しよりももっとすごいのがありまして、台車回しっていうのがあるんですけど、たまにですね、僕もやってました。サイネリアとかがね、春、いきなり根崩れとかしたりするんですけど、その時に台車回しみたいな感じで、全部くれみたいな感じでね、やったこととかありました。ということで、そっくり回しっていうね、用語があります。たくさん買うお花屋さん、園芸屋さん、ホームセンターさん、卸屋さんなんかがよく使う競りの買い方ですね。そっくり回し。覚えておくといいかもしれません。どこで使うかわかんないですけどね。はい、5つ目、最後です。僕がですね、皆さんに競り用語をお伝えいたしますということで、ちょっとね、レクチャーしたいと思います。競りっていうのは数字、例えば120円で買いますよとか、10円で買いますよ、50円で買いますよ、いろいろあります。100円で買いますよ、いろいろあります。でそれがですね、競り用語っていうのがありまして、 1,2,3,4,5,6,7,8,9 っていうのが 1,2,3,4,5,6,7,8,9 じゃないんですよ。まずですね、1、手やりって言って、手でね、競りをするんですけど、今は機械になっちゃってますが、昔の競り方、これですね。チョン、1がチョン、2がブリ、3は3、4がダリ、5がゴー、6がね、こうですね。思い出した。こうだな。ロンジーって言いますね。ロンジーとかロンって言いますね。7、セーナン、8、バンド、9はこうですね。9は9なんです。で、120円ってやりたいときは、指をですね、こうやってやるんですね。こうやってやる、120円。120円のことを、1がチョンでしょ。で、2がブリでしょ。チョンブリって言います。チョンブリって言います。で、1が150円で買うときとか、15円で買うときは、1、チョン、5。チョンゴなんですけど、チョンガって言います。チョンゴが訛って、チョンガって言いますね。こんな感じ。あとね、220円とか22円の場合は、こうやって振るんですね。
ノーノーって言います。ノーノー。こうやって振ったりとか、こうやってやったりとかします。これね、地域によって違ったりするんですね。で、マグロのね、競りが、年末ですね、またテレビ出てくると思うんですけど、指でね、こうやって競ってるんですけど、見るとわかります。あとですね、お花屋さん、もうね、昔ながらのお花屋さんに行った時に、値札がついてなかったりするじゃないですか。で、店主さんがですね、奥さんが、この菊いくらみたいな感じで旦那さんに聞くんですね。そうするとね、バンドとかって言うんですね。バンドは8でしたね。こうですね、8でしたね。8なのでバンドとかって言います。そうすると80円で仕入れたよって言うと160円で売ったりするわけですね。もちろん、ご商売で皆さんやられてますので、あ、なるほど、こういう下題なんだねっていうふうに覚えておいていただいて、あんまりね、なんか儲けすぎとかって考えずに、まあね、そのお店が生き残っていくためにはそれぐらいの利益が必要なんだなっていうふうに思っていただいて買っていただければいいと思います。ということで、ちょっとね、面白いですね。ちょんぶり、のーのー、ね、ちょんが、こんな感じです。で、これを手ありって言いますけども、これで昔は競っていたということです。ということで、花屋の業界用語っていうことですね。専門用語。ね、面白おかしく聞いていただければよかったかなっていうふうに思います。ということで、今日はこれくらいにしたいと思います。もしよかったら役に立ったっていうことであれば、高評価のグッドマーク。論じゃないですよ。高評価。ね、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ということで、またお会いしましょう。さようなら。